アーセレブレーションにシュエさんの家族が招かれた時に、また一緒に演奏共演が実現しました。キーケイコさんおっしゃったように2010年に初めて、僕はイランに来まして、金子龍太郎さん、加納康和さんというお食材に来ていただいて、シュレシさんと会ったんですけど、最初にお会いした時からとてもこう音楽的な存在感の大きな方で、それでなんか音階の話、スケールの話をしたんですよね。で、微分音の話をいろいろ教えてくれて、でこの半音をもっとさらに細かく分けるんだっていう話をいろいろしてくださってですね、で、1000年ぐらい前にはもうその分け方がもうたくさんのいくつもの分け方があって、それが理論立てられていて、そういう深い音楽の歴史があったんだけど、800年ぐらい前にモンゴルからいっぱい兵隊がやってきて、それを全部焼いてしまったっていう話を私にされてですね困ったんですよね。で、私の筆楽器はバトーキンといってモンゴルの筆楽器なんですけれども、何をやるのか全然僕は知らないんですよ。ちょっとだけアップさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you.